はい、こんにちは。先日ご紹介したオプティマス99ですけども、まあ、掃除が終わって大変綺麗になりましたという簡単な、動画ですね。はい、このように綺麗にしました。はい、このまあフェルキャップをですね、実は変えてあってですね、これがまあ日本舞踊のフェルキャップですね。ここにノルタンバルクが入ってます。ノルタンバルクが入っているキャップですね、これがね。はい、まあ、これが、本来のまあ汎用のキャップですけどね。はい、ということです。はい、それとですね、今日また着しました。はい、箱の中身は何だろうなみたいなね。これはまあスウェーデンから来ました。はい、このようなね、いろんな梱包材があるんですけども、ごくごく普通の、新聞紙、ただ、海外のね、海外の新聞ですね。はい、もっとまあ、テープでぐるぐる巻きでしたけども、まあ、これを取って除去して、まあ、ただのゴミになってます。はい、これはちょっと置いといて、中身はこれですね。はい、発泡、ごめんなさい、発泡スチロールじゃねえわ。プチプチのね、梱包材に巻かれてますけども、まあ、大体海外から来るとですね、いろんなまあ、梱包があってですね、それを剥がすのはまあかなり面倒くさいというかね、まあ勘弁してくれよみたいな場合も多々あるんですね。まあこれはまだ、今日のやつはまだね、そんなひどい、状況ではないですけども、まあ、一応、手間はかかるんですね。このような手間をかけてますみたいな動画じゃないんですけども、一応巻いております。で、ちらっと今、見えたと思いますけども、わかりますかね。色合いで、わかりますかね。わからんね。この色合いで。あ、はい、プリムスのケースですね。はい。ということで、ぐるぐるぐる。ぐるぐるぐる。巻いたのを取ると。まあ、雑な、出品者の方も見えるし、非常に、丁寧なね、方も見えるという差がありますけども、まあ、まあ、普通のレベルですかね。セロテープですね。まあ、再利用、できる場合もありますし、なかなか、もう、エイヤと破っちゃう時もありますけども、まあ、結構ね、資源を考えると再利用した方がいいかな。ということですね。はい。こんな状態です。まあ、状態はね、かなりいいと思います。はっきり言ってね、パカッと開けると、プリムスの、96、ね、の説明書きがあって、これがまあ、ケースの中にこのように収めるんですよというのは説明書きですね。まあ、珍しいことはないですけども、なかなかです。これがですね、まあ、付属品の紙袋ですけど、このプリムスのね、切手みたいなやつが入ってるわけですね。だから非常にそこら辺はまあまあ、いいかなと私は思うんですけども、これね、こんな風で、まあ普通の紙ですけども、なかなかね、
お目にかかれないというか、まあ、ここら辺に番号が売ってありますけども、よくわかりますね、この番号は。はい。中身は、アウタープレートですね。プレート。同じのね。レンチね。ブリッカーね。はい、プリムスですね。あと中身に入ってきます。まあ、おなじみのチューリップみたいなね、やつですね。まあ、取り出しやすい方からいきますね。はい。アルコールボトルですね。ナンバー1738のアルコールボトルですね。それから、プレシートカップ。プレシートカップね。はい。それから、風防ね。風防です。はい。まあ、これは組み立て知識というか、これね、ここに、挟んで上手にググってやると、まあ、風防になると。それから、バポライザー。ここに小さな穴があって、ここから、まあ、燃料が噴出。中に金網が入ってます。金網も見えますかね。チラチラと見えますね、かなりね。まあ、ほとんど、新しいというか、まあ、ほとんど新しいって言い方が正しいかどうかね、あれですけども、まあ、裏にですね、まあ、本来プリムスだとタンクの刻印があるんですけども、アルファベットのね、ないということは、非常に、最近の、まあ、最近といっても、どうですかね、40年ぐらいは経っとる、50年ぐらいはね、最近の部類のものです。はい。まあ、それがちょっと違うだけでね、刻印があればですね、多少違いがあると。まあ、圧も多少かかってます。はい。ということで、あとはまあ五徳の足ですね。あと五徳足というまあラインナップです。はい。ということで、ね、まあ、ケースの中もね、こんなピカピカですので、まあ、ほとんど使用されてないノスですね、これはね、いわゆる。という結論に続けてもいいんじゃないですかね。こんな感じで、ここを立てて、ベレシートカップをポンと置いて、上からチューリップをポンと置く。そしてからアウターキャップをポンと置くと、まあ、これで、完成です。はい。あとは、まあ、これがね、風防ですね。結構やるときは無口になるんですけども、なかなかこれが、はい、入りました。あ、出ちゃった。入ったと思ったら出てしまった。はい。なかなかですね、これもめんどくさいんですけども、もうやりにくいというか、はい、OK です。ということで、これで出来上がりました。まあ、二つを一つにしてあるのは、まあ、この中に、真鍮の、まあ、針金の薄いのが入ってますので、それを、まあ、抜き差しして入れるということですね。あと、パカッとやると、これで、風防が完成したという状態ですね。だからでないわ。五徳足をこのように立てると。なかなか立たないんですね。よいしょ。よいしょ。はい、本当にこれで完成でございます。はい。なかなかね、いいですね。この、まあ、真鍮はね、本当に綺麗なので、これメンテナンス多分必要ないですね。そのくらい状態がいいので、まあ、なかなかこんなやつを身にかかれなくなってしまってますし、大体が元々が新しい年代の本体ですので、そんな手間も何もかけなくてもいいと思います。まあ、若干これはくすみがあるので、それも味ですけども、まあ、くすみぐらいは取ってもいいかもしれませんね。ということで、プリムス96が到着しましたので、それのご紹介をしました。こんな感じかな。
そんな、こんな感じかな。はい。で、綺麗に収まっとるかもしれませんね。はい。では、長々と喋りました。ご視聴ありがとうございました。